サムライアリは、八目アリか山アリかに分類されるアリの一種。黒山アリなどの巣を襲って、働きアリやそのサナギをさらい、奴隷として働かせる習性がある。働きアリの体長、4から6ミリメートル女王アリの体長、7ミリメートルサムライアリは、黒山アリなどの巣を攻撃して、働きアリやそのサナギをさらい、奴隷として働かせることが知られる。奴隷とするためのサナギを釣れる。 奴隷狩りは、主に夏の蒸し暑い日の午後に行われる。サムラヤリの働きアリは、奴隷狩りに特化しており、女王のせは、卵や、幼虫のせは、餌の回収なども行わない。また、奴隷狩りと結婚飛行以外はほとんど地上にも出ない。こうした、奴隷狩りの習性は、赤山ありのような山あり族の一部の種や、ヤドリムネ細アリなど、いくつものありで知られている。 しかしそれらの働きアリは同時に通常の労働にも従事することが多く、自分でほとんど働かないサムライアリやその同族禁煙種とは異なる。結婚飛行は7月上旬頃に行われる。アリの新女王は多くの種では羽を落とした後に一匹あるいは数匹で働きアリの助けを借りることなく巣を立ち上げるが、サムライアリの新女王は単身で黒山アリの巣に侵入し、 その巣の女王アリを噛み殺して、巣を乗っ取る。黒山アリの働きアリは侵入者を攻撃するが、撃退に失敗して、自分たちの女王が噛み殺されると、侍アリ新女王の世話を始める。この段階にて、女王を殺した後、侍アリの女王も死ぬ場合や、侵入の際、働きアリに殺される場合もある。新女王が黒山アリの女王を噛み殺す際、表面の成分を舐め取り、 女王になりきると考えられている。よって、新女王の卵は黒山ありの働きありが世話をして成長する。このように多種の巣を乗っ取って、新しい巣を立ち上げる習性はトゲあり、アメーロケあり、黒ク草クありなどでも知られている。北海道、本州、四国、九州に分布するが、西日本では少ない。国外では、朝鮮半島と中国に分布する。 侍アリ族は全帰宅から5種類が知られる。すべてが、奴隷アリりスの乗っ取りを行う。参照、EN、ポリエルガス。ありがとうございます。